ここだけルッチが。に対する読者の反応集。録式を全然得得できてない世界線。絶海はただただ我慢してるだけでめちゃくちゃ痛いし、ソルやると息切れするし、乱脚は物理、ただし戦闘力は原作通り。企業皆無で腕力関数と。しがんで突き指してそう。人間5歳族。戦闘力は原作通りって、逆になんで得得できてないんだよ。ハットリ乗せてる方の肩が徐々に疲れてくるっち。ゲッポはできないので各家ジャブラにおんぶしてもらう。訓練方法が覇気の習得に似てるらしいから、覇気ゼロ技量ゼロの文字通り筋肉一本で強さを極めたってこと？これでなんで悪魔の身を覚醒させるんです？バグか？体だけでゴリ押しオブゴリ押しで追いついた説。乱脚。ルッチ、バカええ。俺だって死眼くらいできる。ほら見ろ、こう、指でグッてしたら穴も開くし。かく、それただの握力ゼロ。六式使えないって実質覇気も使えないんだろうが、ロギアや幽体のパラミシア二度立ち回るつもりなんだ。ほとんどの覇気持ち六式使ってないやん。筋肉パワーで相手の実体を捉えればよかろうなのだ。空飛べない代わりに海走れそう。多分身体能力的には余裕でできるんだけど、いまいちコツがつかめないんだろうな。死眼とかするとき突き指すごいんだろうな。神へ、反射神経と筋力による超スピードでギリギリ避ける。ちょっとかすってる。超スピードがあるのにソルや月砲はできないのか、めちゃくちゃ不器用なのかな。月砲、ただの超ジャンプ。六式覚えなくても CP9 で一番強い方がわけわからん化け物感する、こいつ何者なんだよ。戦闘後いっつも疲れすぎていっつも物陰で泣いてそう。もしかして、このルッチ超強いの？実際この世界線のジャンプ読者からは言われてそう。言うはなぜサイファーポールに？ジャブラが定期的にいじるけど、ルッチがガチで気にしてるから他のメンツに怒られてそう。そして始まる扉絵シリーズ、CP9 のルッチ強化習慣。スパンダムも反応に困る。六式とは、身体を極限まで鍛え上げた者のみが習得可能な大義のことである。八とは、この世界の全人類に潜在する力である。お前人人の見送ったようだったりしない？まだ極限まで仕上がってない可能性。ルッチの筋肉の伸びしろ無限大かよ。ガレイラでは延々と六式の解説だけしてるので、なんであいつ戦わねえんだ、と思われてる。多分お前その身体能力、サイファーポールより船大工の方が活かせないか。六王眼は実はルッチが生み出したオリジナル六式？ルッチ。あわわ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 。挨拶が遅れ。ルッチ、おおお前に CP9 は務まらん、バキー。内心は、ええすごいなこいつら化け物かよ、とか思ってるルッチ？覇気とかは感覚的に使えるけど、ダンスとかみたいに決められた動きするのが苦手なタイプのルッチ？蹴りで衝撃波を生み出して。これが、乱脚。って感動してるルッチと、冷静にそれはただの蹴りだと説明する格？無駄に耐えるな、あいつら、お、俺たちは人海を超える技を耐え、た体得して、してる。ルッチさん脈拍乱れてますよ。もう突き指してるようにしか見えん。くさ、ちゃんと突き指がジンジンしてるのも細かくていいね。純粋に力と身体能力だけで他の六式使いを凌駕するとか、どっかのハゲのヒーローみたいっすね。やだよハゲルッチとか。趣味で諜報機関をやっているルッチか。ルッチ、趣味、ですかね。パンダ、ん？幼馴染が全員やってるからじゃあ俺も、みたいなノリかもしれん。月砲、ものすごい息でちょっとだけ浮く。このルッチは海列車と並走できそう。そんなどこぞの人類最強みたいな。嫌ですよ、効率度外視して全力疾走するような勢いで足バタバタさせながら空中に浮くルッチとか。マリオのヨッシーかな？月砲できなくて一人だけ立ち泳ぎみたいに足動かして必死に空中で浮いてるルッチ。こういうこと？お前がふざけてんのか。こいつワンちゃん船に乗るやろ。乗るかどうかはともかくルフィになんか愉快な奴認定はされる。違う。あぐ。なんでか六式だけうまくできないけど強いからよし、ってされてんだろうな。無駄に頑張って失敗してるのアホで好きかもしれん。さすが強い以外に取り柄のない男。連載初登場時は謎に強いネタキャラだったけど、後々読み返すとあれ、こいつやばくない？ってなるタイプのキャラ。ルッチが突き指で涙目なのに本人より堂々としてるハットリお前は何なんだ。カープーンつながりで猫猫のみモデルピンクパンサーみたいな。
武術の才能一切なかったことにコンプレックスあるけど、ゴリ押しで大体補える力を誇るルッチ。このポンコツコメディレオパルド、もはやニカと対をなしてるだろ。覚醒で猫猫の実モデル、トムキャットなのが明かされるタイプのルッチ。ニカルフィートの再戦の際にこっちより超大幅パワーアップして名勝負になりそう。一番強いのになんか仲間内での扱いはサイファーポールで一番下そう。見下してるとかじゃなくペット的な意味で。才能はないだけでバカ力と覇気はあるから2年後も CP0 いられんだろうな。ただバカ力すぎてレベリーデレをぶん投げた時、そのまんまマリージョは飛び出して地球一周させそう。なんか幼馴染にはもっと可愛がられてそうだし、扉絵でみんなが医療費稼ぐ時もっと必死になってそう。撤回すら貫通するバカ力、なお殴った方も無事では済まない生身なので。今日っていうかゴリラやん。ゴフ、なるほど、フクロウを、ゲホ、破って、ゴホ、ここへ、はぁ、はぁ、だが残念、俺の動力は、奴の5倍。うぷ。耐久力は CP9 最弱だけど火力は最強ってピーキーなやっちゃのう、敵じゃなくて味方側みたいな性能しとる。撤回の時以外だとなかなか当たってくれないからダメージ通らないんだよね。原作よりダメなところあるからジャブラに文句言われても黙って歯食い縛ってフルフル震えてそう。後から角とかカリファあたりに殴られてそうだな。こうかもしれねえのか。お前すぐ泣くのになんで野良犬煽りしたんだ。男版ベビーファイブみてえなやつだな。それでも小さい時から兄貴面するのに苛立って喧嘩ふっかけたんやろ多分。原作より人間味増して不愛想さ減ってクソガキどましてそう。欠点があるの大事だなと思いつつ六式見得得にもかかわらず、CP9 最強の動力がそのままなノスの身体能力ヤバすぎてより超人どましてるのくさ。カチン、このクソ生意気な化け猫だよ。お前は六式使えねえだろうが。弱いところ疲れてすごい形相で黙っているところに他メンバーからの怒涛のフォローされて可愛がられてそう。ポンコツ落ちこぼれのウキンルッチ、これはこれで人気でそうだな。こっちのルッチ末っ子属性っぽい、多分グアンハを見た頃相当主要で泣きべそ書いてそう。でもバカ力だから下手に喧嘩あるとヤバそう。ダサルッチのクソコラシリーズ、マジで何？六式覚えてなくても素の筋力だけでルフィを圧倒できる原作以上の天才の肉体の持ち主で、武術に対する理解度さえあればとてつもないチート級の強さになるはずが、頭がポンコツすぎてプラマイゼロになってるバランス、残念レオパルドぶりに拍車がかかるな。原作よりやれることないから多少のコンプレックスはあるよな、そのくせして一番強いからわけわかんねえな。このルッチ基礎の身体能力はやばい強いのに、容量悪いから棒踊れない芸人並みにダンスとかめちゃくちゃ下手そう。こんなざまなので潜入の際に腹話術選択しても全員、そりゃそうだよな、って納得しそう。パウリーにロープアクションされた時も涙目で、裏切った時にあれも演技かよ。って思ったら普通にルフィとの戦闘でもめちゃくちゃ苦しそうな顔してた。素の耐久力体力はあるけど、防御がひたすら下手だからダメージがでかいのかわいいね。普通に読んでたけど、シンプルに六式使えないくせに一番強いの何？お前は猫ちゃんじゃなくて立派なゴリラだよ。バカ力でよく備品壊してジャブラに怒られてそう。ルッチのやつ、一瞬で地面を20回以上蹴っとるのになんでソルにならずただ、かけっこがものすごく速い、感じになるんじゃろう。ソルの音が、ヒュ、じゃなく、カサカサカサ、ってしてそう。なんか一人だけバキみたいな世界観で戦っていらっしゃる？こっちのルッチはルフィと戦った後こんな姿になってそう。笑い担当なのに一番強いの本当なんかのバグ、六式よりも上位の何かを習得してそうなのに六式ではない、みたいな事態になってるんだろ。服部とか温かく見守っている名してそう。六式の才能が絶望的にないだけで身体能力や覇気の才能そのものはちゃんとあるのがバグ。このルッチは幼少期から育成されてるからサイファーポールに配置されただけで、性格面無視したら多分ガープのところとかが一番適性ある。前にソルの描写を確認すると、使用者によって音が違ってて、サイファーポールはほぼ統一されている一方、ガープの出してる音は速そうだが同時に力任せでやってるように感じるとあったんだけど、このルッチにつくソルもドキの効果音も、多分サイファーポールじゃなくガープよりよな。本来はパワー系の属性であるのに、無理してクールな情報機関に身を置こうとするからよくわからない存在になり果ててんだな。2年後の主眼もギャラクシーインパクトみたいになって、どっちかっていうと銃よりバズーカと呼ぶべき技になってそう。
こっちのルッチ一番強いけど基本ダメだから下に見られがちそうだけど、それでも原作通りにガレイラやエニエスロビーでリーダーシップ取ってるならもしかしたらブルーノとかカリファに、リーダーっぽいことやってみたいよね。ルッチやってみていいよ。って保護者のような思いを向けられてリーダーずらしてるかもしんねえ。六式、自称、全部気合でやってそう。毎回心の中で、うおーおーおおって気合の雄たけび上げて頑張ってそう。面白腹話術派と男、自称六式面白脳筋男。どちらにせよ面白トンチキ派と男という事実。エッグヘッドで再戦した後の、麦わらを四皇と認めてないって言った時、多分原作よりボロボロのボッコボッコになってる。スチューシーは呆れるどころかドンビーてそう。これぐらいになってそう。やばすぎて荒巻き。電車に乗ってたのに吹き出しちまっただろやめろ。その子らにかける熱量は何なんだ。地味にスチューシーの、この人は、本当、感のある顔にじわる。服部も毎度ご苦労様です本当。この顔になっても普通に動いて喋る余裕あるから、さすがの覚醒ゾーンではあるんだよな。六王眼、ただのすごい両手ボディパンチ。強い衝撃で拳を叩き込んだ内部破壊ができる。自分の内部も時々破壊される。13歳の頃に背中に砲弾受けた際、アニワンでは無言で受けてたけどこっちでは、いったーって超うるさいリアクションで叫んでそう。そんなめっちゃ痛い思いしてるのになんでサイファーポールに戻ってくるんだよ。他も止めろよ。生地実力あるせいで止めるに止められねえ。今までの任務は全部、攻撃される前に全員殺せばオッケー、みたいな脳筋方式で解決してたんだよね。ますます CV 席とも数が似合うな、このルッチは。なんかもうかわいそうになってきた。誰かこのルッチから強さ取り上げて民間人に戻してやれよ。ちですかね。いっつもお前の方が満身創痍なのに。そこはしんどけよ人として。手を怪我何度もしてそう。大丈夫、六式は使えないけどその他は原作通りのはずなのに、メンタルや知力とかもろもろも軒並みダウンしてない。なんで六式が使えないだけの設定だったはずなのに、脳までバカになってんだ。六式が使えない脳筋力やらフィジカルやらでなんとかしようとしてる時点でそもそもおバカだぞ。原作通りの情報力もあるんだろうが、六式みたいな武術を習得できていないと考えると、最強に見合うものを身体能力で埋めて劣等感を感じないようにしてそう。都合の悪いことは超越した力で黙らせればいいからな。ガハハ。始末書の山。六式使えてる気分だけでも味わうために蹴りを入れながら、乱脚。全力疾走しながら、反る。いちいち叫んでそう。でもちゃんと亀裂入ってそうだし目にも止まらぬ速さで動きそうなの怖い。このルッチ、たまに月砲失敗してこうなってそう。ウォーターセブン編襲撃の時、シガンはビンタだったかもしれん。技を放っている本人がシガンだと言ってるんだからこれはシガンだな、間違いない。筋肉は全てを解決する、オチで行っているルッチ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。